おはぴよ、どうもひなぴよです。それでは本日も君が死ね多数決デスゲーム続きやっていきたいと思います。いやー、暑いね。梅雨が明けましたね今この動画がいつ投稿されてんのかちょっとわかんないけど、今日梅雨明けしました。暑いです。この暑さに負けないくらい私の実況も熱くやっていけたらなと思っておりますよ。ということで続きからやっていきましょう。前回どこまで進んだんだっけ、前回どこまで進んだんだったかな。ちょっとねバタバタしておりまして、前回収録した時から2週間ぐらい経っちゃってるんですね。なので、皆様とおさらいしながらねやっていけたらなと思いますよ。はい。あー、そっか、1日目の夜かで、レコさんと確かメダル交換したんじゃなかったっけか。サラのマイメダルが今70枚。クリアチップが2つ。ケイジさん、キュー太郎さんと10枚交換してて、レコさんと50枚交換できてるから、これを、アリスさんに渡せば宝物見れるぜ、みたいなところか。レコさんとアリスさんルートに進んだんだったね、私たちはね。一応じゃあ話しかけるかな。サラ、ちょっと私についてきてくれないか。何ですか？妙な場所を見つけたんだ。みんなに言う前にさらに見せたくてさ。妙な場所ですか？ほら、ついてきな。あれ？みんなに話しかけたっけ？うわ、なんだここ？ここは？な？妙な場所だろ？一番怪しいのが階段の先だ。自動販売機が置いてある。自動販売機？これって階段か？階段の上に自動販売機が置いてあるとか。200って書いてあるね。え？怪しい自動販売機が階段の先に設置されている。商品は何も入っていない。値段も書いてないな。ん？電源はついてますね。商品も値段も不明な自動販売機。わけわかんねえよな。お札を入れる場所は塞がれてますね。でも小銭は入るみたいです。あ、メダルか？あ、どうする？入れてみるか、メダル。ちょっと待ってください。私が入れてみます。レコさん入れてください。やめましょう。いや、やめた方がいいって。だって200って書いてあったから多分200メダルが欲しいんだよ。私とレコさんのメダル二人合わせても、あれ？200いくか？私かレコさんどっちかだと多分意味がなくて、二人合わせたら多分意味があるけど、そんな二人でやったところでって感じだからやめた方がいいんじゃないですか？罠かもしれません。関わるだけ損です。けどよ、他の奴が興味本位で入れちまう前に。ダメですよ、レコさん。結局、誰かが調べる必要はあるんだ。あ、マジ入れちゃうんだ。レコさんはすかさずメダルを一枚投入した。何も起きねえな。一枚じゃ、足りないんですかね。いや、だから200欲しいんじゃない？ 200 枚全部、自販機にいちいち、チャリン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 って入れていかなきゃいけないじゃない、これ。もしかしたら、自動販売機の上の数字。200枚、メダルを入れないといけないのでは。いや、途方もない作業ですよ、それ。大変ですよ。はぁ？そんなに大量に手に入るかよ！よっぽどうまいジュースじゃなきゃ割に合わねえよ。ジュースが出てくると思ってんだ。心配する必要ないのかもしれませんね。確かに、200枚なんて無理か。スルーで問題ねえな。ほっとしたぜ。ずらかろうぜ、こんな場所。あ、レコさん。ん？投入したメダルを返却口から取り出し、レコさんに返した。ありがとな。行こうぜ、サラ。はい。また、謎が解けた時にでも、来ればいいか。そろそろアトラクションも進めないとな。あ、夜もアトラクションを進めなきゃいけないんだ。オッケーオッケー。ちょっと飲み物飲みます。じゃあ移動しますか、ロビー。二人にも話聞きたいけど、先にじゃあ、なおちゃん。不思議です。
窓の外も夜になってますね。あ、これ話聞いたかもしかして前回最後。聞いたかも。あ、聞いてるわ。ピーマンは嫌だっていうね、可愛い銀君を聞いた気がします。じゃあ、どっかのアトラクションをクリアしなきゃいけないんですね。医務室ってまだ泣き虫じゃなくてなんだっけ、半泣き？あ、いないわ。うわぁ！怖い、今びっくりした。この鏡張りみたいなところにジョー君の影映ってる。これ絶対調べたらこの、これ上がるでしょ、幻影濃度。ちょっと一回セーブしてさ、調べてみていい？怖いもの見たさですね。あの、大丈夫だよ、サラちゃん。すぐ君は記憶を失うからね。おじさんだけちょっと見させてもらうね。戸棚にうっすらと何かの姿が映っている。ジョーが、いる。また、か。幻影だ。どうせまた、幻影を見ている。幻影が二重濃くなった。わあ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 最悪。カチカチの悪夢。なんだ今のは。落ち着け。しっかりしなきゃ。いつまで苦しめばいい？私はこんなこと、いつまで。戸棚に近づいても、幻影は消えない。むしろ、はっきりとその姿を確認できる。ん？これ、まさか、あ、これ調べなきゃいけないことだったんだ。ジョー！うわー、これあれだろう。サラちゃんとか、カンナちゃんとかの人形と同じく、これジョー君の人形だろう。はぁ、マジかよ。違う。反応がない。私の目は一体どうなってしまったんだ。何してるんですか？誰ですか？ハンナキ！勝手に戸を開けちゃダメです。ハンナキ。もうハンナキの声忘れちゃったよ。こんな感じでよかった。なんか、おどおどしてた感じだったよね。ご用があるならお申し付けください。勝手にここを探られては。これはなんだ？探索は自由のはずだ。これはなんだ？ハンナキ。答えてくれ。これは一体何だ？それは、そこに入っているのは、人形です。人形？これまでにも、見てきたはずです。カンナさんの人形や、あなたの人形も。そうね、そうだね。いやでもここでジョー君の人形を出してくるのは卑怯ですよ。そういえば、自分にそっくりな人形を、鏡の部屋で使った覚えがある。思い出していただけましたか？ああ。何のためにあるんだ？本当に人形なのか？誰が作った？何のためにあるんだ？本当に人形なのか？誰が作った？何のためにあるんだ？何のためにこんな人形があるんだ？私たちの組織の実験の一つです。それ以上のことは言えません。見れば見るほど今にも動き出しそうな人形だ。いや、サラちゃんにとっては酷だろう。まるで本当にジョーがそこにいるような。お気に召したならお貸ししましょうか？ふざけないで！誰が、こんなの。この人形が作られた目的の一つは、心の救済です。会えなくなってしまった大切な人、語りかけてもいいし、そばに置くだけでもいい。人形は、人形だ。私には必要ない。でも、動揺しているじゃないですか。素直になってください。サラさんには救いが必要です。目が赤くなったな。悪魔に魂売ったか、ハンナキ。あなたには後悔がある。
やろうと思えばゾウ君と手を組み二人で脱出できた。それを捨ててあなたはゾウ君を殺した。それを悔やんでいます。もうやめて。タズナゾウと向かい合う、それだけがあなたの救われる道なのですよ。そんなの頑固ですね。では特別ですよ。この人形にさらに親近感を覚える素晴らしい機能を紹介します。それ以上はやめなよ。刑事さんで会ってくれ。やったぜ。もう刑事さん救世主すぎるわ。もう危なくハンナキーに取り込まれるところだった。怖っ。干渉しすぎじゃないかな。うん、うん、あんた悪人じゃないけど普通じゃないね。すみません、出過ぎた真似をしました。人形の話はもうやめます。ですがせめて提案だけ。ここには心の傷を治す治療器具があります。あなた方の見る幻影が精神を破壊するほど色濃くなる前に来てください。それだけです。ではまた。大丈夫？大丈夫です。疲れました。ちょっと刑事さんには素を出していこうよ。疲れたでしょ、サラちゃん。素直になっちゃおう。疲れました。疲れました。無理もないさ。少し、座ろうか。はい。サラちゃん、君は、ジョー君が好きだったのかい？親友でした。わかりません。ただの知り合いです。どうだったんだろうな、サラちゃんって。サラちゃん側はどうだったんだろうな。ジョー君はさ、明確に、その男女の友情として、本当にお前はもう大好きな親友だというふうに伝えてくれていたけども、サラちゃん自身はどうだったんだろう。だしね、この選択肢、その親友でした、わかりません、ただの知り合いです。まあ、ただの知り合いですは、まあ論外として、親友でしたって言い方がね、嫌だよ、私は。ジョー君がいなくなっちゃった今でも、サラちゃんの親友はジョー君でしょって思っちゃうから、だったら私わかりませんって言いたいかも。サラちゃんの気持ちがちょっとまだどうだったのかっていうのはちょっとね、なんとも言えないけどね。わかりませんって言おう。わかりません。ただ、いなくなってから、私の心は、めちゃくちゃです。サラちゃん。大切な人だったんだよ。好きとか、恋とか、関係なく、ね。まあ、そうだわな。その通りだと思うわ。はい。そういえば、刑事さんにも、大切な人がいたんですよね。メインゲームを生き残った時は教えてくれるって。そんな約束もしてたね。いたよ。おまわりさんが小学生の頃の話。さ。俺の家は母子家庭ってやつでね。裕福じゃなかったんだ。だから友達と遊ぶ時も、母親のママチャリ借りてさ。ブレーキがいかれててね、
転んだ拍子に自転車だけ川に落ちたんだ。友達に笑われた恥ずかしさと親の大事な自転車を失った悔しさでどうしようもなく涙が出てさ、そこに現れたんだ町のおまわりさんがね。川に飛び込んで救い上げた自転車をわざわざ交番で長いこと時間かけて修理してくれてね。びっちゃびちゃでダサかっこいい俺のヒーローだ。その人が刑事さんの大切な人。警察官を目指したきっかけだよ。今でも忘れない大切な記憶だ。ありがとうございます。警察なら再会できたんですか？いたよっていうことは今いないってことなんだと思うんだな。俺言っとくか、聞きたいけどね、もっと聞きたいけど、まずは話してくれたことに感謝かな。刑事さんのことを初めて知った気がします。あれ、そう？ありがとうございます。どういたしまして。さあ、この話はおしまいだ。少しは落ち着いたかい？はい、ありがとうございます。うわ、これ聞けたのかな、もしかして下選んだら。じゃあね、おまわりさんをいつでも頼るといいよ。なるほど。ちょっとセーブしてやり直して刑事さんのもう一個の選択肢見てもいいですか？ちょっとお待ちください。本当に人形なのか、誰が作った、本当に人形なのか、一つ一つかなりの時間をかけて作られた量産のできない人形です。かなりの時間をかけて作られてるってことはさ、もうだいぶ前から監視されてたってことだよね。そういうものを作れるくらいの時間があったってことでしょ？親友でした。あいつほどバカでお人よしで気のいい奴は他にいません。そうだね、なるほどね。こういう風になるわけだ。聞いてみますか。警察なら再会できたんですか？同じ警察官になったなら再会はしたんですか？あー、やっぱ答えてくれないよね。絶対その顔すると思った。警察って言っても広いからね。あー、喋ってくれない。やっぱそうだよね。そうだと思っちゃった。なるほどね。ちょっと前のデータの方がいい気がするんで、前のデータに戻りますわ。はい、やりまーす。もう調べられないね。じゃあ移動して、そうだな。憩いの場のアトラクションって挑戦したんだっけ？ふん。地動員サラ、猫のメダルはどうなった？これちょっと、まだもらってませんっていうか。なんだ、一丁前のセリフを言った割には難しいようだな。はい、ですが必ず集めます。わかった、俺も心の準備だけはしておく。うん、手に入れましたよ。ゲットしましたよ。早くない？約束は果たしました。次はアリスさんの番です。待ってちょうだい、心の準備がもう少しかかるの。では先に渡しておきます。覚悟を決めたら教えてください。アリスにレコのメダルを20枚渡したと。わかった、受け取ったぞ。俺も男だ、逃げはしない。なるほど。あ、
20枚でいいんだっけ？あ、そっかそっか。レコちゃんのメダルもう20枚手に入れてたんで、とっくにね。だって50枚持ってたもんね。50枚必要だと思ってたわ。なるほど。心霊シャッターゲームやったんだっけ？違うか？え、どれやったんだっけ？やってないわ。簡単。撃墜ハエたたき。全部これ普通なんだな。ちょっと難しいからクリアしたいんだけどな。できれば。あら！カンナちゃんとソウくんと、キュー太郎さんがいるね。これ何？あ、瓦礫か。おい。このルーカは迷路みたいに入り組んでるぜよ。せやな。木片が落ちてますね。ソウさんが殴られた凶器ももしかしてここから。ねえ、少し休まない？こんな頻繁に休んでたら探索になりませんよ。もうソウ君頭殴られたりとかしたプラス、もともと体力ないからすぐ休みたがるようになっちゃったね。ここのやつは腕相撲ゲーム確かやったんだっけ？あ、クリアしたよね。そうだよね。溜め打ちカードバトルはこれ普通。メモリーダンス。とても難しい。なるほど。じゃあとても難しいやろうかな。先にクリアした方がいいだろう、こういうのは。後でもうぬるゲーやった方がいいって。鬼畜を求めたい人間です。相棒選びましょうか。カンナ、レコ、銀。なるほど。カンナを操作時断片的に振り付けを記憶する。あ、難易度難しい。なるほど。あ、ブブブブ。で、レコさんだと、レコを操作時振り付けの後半を記憶する。さらにアイコンをタッチすると完全な記憶を思い出す。ほー、すげえ。で、銀くんは、サラを操作時、銀の応援でたまに体力を回復してくれる。さらに銀のアイコンをタッチしても体力を回復してくれる。あ、なに？そうなんだ。ちょっと銀くんとさ、やろうかな。銀くんのクリアチップ不安なんだよね。だから一緒にクリアしないかい？銀くんやろうか。難しいかもしんないけど、ちょっとやってみよう。ちょっと無理だったらレコさんにします。怖いけど頑張るわ。絶対に僕がサラ姉ちゃんを守るにゃ。さあ、久々のプレイですけど、クリアできますかね？とても難しいんでしょ？メモリーダンス、開幕。まずは私から。いや、覚えられるかな？私記憶力ないんだよな。サラ姉ちゃん頑張るにゃ！応援してるわ！あれ？ああ、カチッとしても反応しなかった。はい。はい。メモリーダンスルール説明。相手が繰り出した振り付けを順番通りに記憶し真似しましょう。これリズムゲーとかじゃないよね。リズムゲーだったらちょっと無理なんだけど。まあ、記憶ゲーも無理なんだけど。振り付けは、上下右左体があります。体はキャラクターの体をタッチすることでできます。なるほど。キャラクターによっては振り付けを記憶してくれます。記憶した振り付けは画面の下側に表示されます。まあ、銀くんは、覚えてくれないから。私が頑張るしかないです。とりあえずやってみようか。はい。味方のアイコンをタッチすることでアドバイスを聞けたりしますので、頑張りましょう。オッケー。上、右、体か。上、右、体。そういうことだ。体、上、左。体、上、左。よし、倒した。右左体か、これ。右左体。オッケー。右左右左上下。よし。やばい。ちょっと待って。右左右左合ってるか？
右左、体、下、左、下、よし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 、上左下、やばい、下右左だっけ、ちょ下右左、よしよしよし、上右下、おー、上右下左、上左下右、上体か、よし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 、下体、右体、右体、上体、下体、上、体、下、体、上、やばい、下体、下体、右体、上体、上体、下体、上か、今下体、右体、上体、下体、上、ああやばい間違えた、頑張れサラ兄ちゃん、やばい、ま、やばい、なんだっけ、あーやった、回復してくれた、左体、上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 体、下体、右、さっきと違うじゃん全然、同じが出ると、同じの出ると思ったのに、左体が先か、少々待てよ、落ち着け落ち着け落ち着け、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 でしょ、左体、汗出てきた、ちょっと待って、左体、上体、上体、下体、やばい、今まだ何も打ってないよね、左体でいいよね、左体、上体、上体、3回上だったんだよ、上体、下だっけ右だっけ、最後右だったよねってことは下じゃね、下、体、右、よっしゃまだ上体、左体、下体、左体、上体、上、なるほど、これいけたでしょ、上体、左体、下体、あ、上体、左体、下体、左体、上体、上じゃない、左体、上体、上、よし、よし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 、やったやばい、マジで瞬間記憶ゴミクソなのに意外といけた、めっちゃ汗かいてる、待って、こんなに汗かくことあるすごいよ、みんなが想像してる5倍くらい汗びっちゃびちゃになったわよ、俺一人でめちゃめちゃ盛り上がってた戦いに勝った、いや、銀くんやったよ、やったわサラ兄ちゃん、僕たち最高のコンビニャン、このお星様もわけおにゃん、サラ姉ちゃんに2つ、僕に2つわ、クリアチップを2枚手に入れた、よかった、銀くんの助けにもなれた、銀くんの力ありがてえ、
頑張れパワー聞いたわ。さあ、交渉時間ですな。ちょっと、セーブして、時間どうだ？時間は？あ、時間はいい感じなんで、じゃあこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回交渉時間からやっていこうと思います。なんか、銀くん自分の体違う。自分の身を犠牲にしそうで怖いから、あんまり交渉したくないです。ってことで、また次回、お会いしましょう。おつぴよでーす。